一目瞭然さん、自己さんぎチャンネルです。今日はね、とんでもないお掃除の味方買ったんで、それを紹介しようと思います。お、結構重たい。これなんていうんだ、ユーフィーっていうのか、まあ要するに自動お掃除ロボです。これはアンカーっていう、まあいわば Google の子会社が出しているやつで、それをね買ってみました。さてどんなもんかねっていうところです。でこれ結構でかいんだよね。なんかもっとね、お掃除ロボってちっちゃくて可愛いのかなって思ったら想像以上にでかくて、まずここに、物の展開をしていきます。 Welcome to hands free cleaning。 はいはい、これレタすごいですね。これお手紙がついてきますね、まずね。あ、と思ったら説明書ね。サンキューレターかと思ったら説明書でした。うわ、こんな大きいんだ、すごいでかい。え、知らんかった。ちょ、これこのサイズよ、カメラ入りきんねえな。自分の手と比べてもまあまあ結構でかいな。こんな大きいんだ。多分このなんだろう、ヘリコプターの羽みたいな、このプロペラが3枚入ってるんで、とりあえずつけるとこ2つあるんで取り付けちゃいます。あ、これ上から押すだけなんだ。ああ、なるほど。それで電源をオンにしてください。はい、もう、もう入れていいの、何も起きねえや。で、これを充電ステーション、はいはい、これだわ。これが充電ステーションって言われるものだろうな。さあ、この充電ステーションをね、どこに置くか、まあ、悩んだ結果、これは今充電ステーションの設置場所を探してるんだけど、左右1メートル、前方2メートルが空いているところってないね。これ守んなきゃいけないのかな。これまあ急に我が家入ったところからなんだけど、まあ割とね掃除をして、まあ、ある程度、下になんていうか物がなくてロボが動けるような形を取ったんだけど、本当にこの使用書通りにやんなきゃいけないとすると、ステーションベッドの下になるんだよね。ここを踏むよね。俺こっちの方のこの辺りのコンセントを使って、ここ空いてるからこっちに置こうと思ったんだけど、これじゃダメなんかな。まあとりあえずちょっとルールに従って、これ、いや待てよ、これで、そう、まあとりあえず一回、そうか、ちゃんとそのここの空いてるとこでやれってもし言うんだったら、じゃあここでとりあえずセットしてみますか。では早速セットします。お、乗った。とりあえずこれでセット完了で、でこれで掃除開始かな。スタート。おお、意外と早い。追えない。椅子とか当たるとどうなるんだろう。あ、当たったら、ああ、そういうこと。あ、まずい、そっちイヤホンがある。お、こっちの火もこっちも行く。あ、台所行くんだ。へえ、それ行くか。まあ、すごいな。あ、戻ってきた。これ勝手に全部走れるようにできてんのかな。結構ガッツリ当たるな。あ、そうか、こういうところは大丈夫なんだ。椅子の足はぶつかる、こっちは大丈夫。どう、あ、これバツン当たるね。あ、でも吸ってるな、ちゃんと。あ、これ壁際をちゃんとやってるんだ。あー、なるほど。やってるやってる。あ、これ壁際を、あ、ちゃんとなんか攻めてるわ。あ、なるほど、この段差もいけるんだ。すごい。でも全然網羅はしてないけど、でここはまあ壁にして、なるほどなるほど、壁際から行くんだ、面白いな。はいはい、いけない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 、あ、いけない。あー、なるほど。さあ、これを超えられるか、キッチンマット。あーあーあーあああ助けてあげよう。いや、なんとか自分でやった。
なるほど、あの線が邪魔だったね。まあ確かにあれは邪魔だからどかさなきゃいけないんだけど。ああ。ちなみに肝心のねゴミは結構ちゃんと拾ってるように見えるな。いやなんていうか結構ね壁とかをねちゃんと張っていい具合に動いてる。音もそんなにうるさくないかな。さあでもあのキッチンマットちょっと鬼門だね。あそこなんとかしてあげないとこの子かわいそうかもな。ああなるほど、ここでまたここの壁に沿って、ああこういうやっぱ何にもないすっきりした家だったら結構役に立つそうだな。なんか余計なものがごちゃごちゃ置いてあると、ああなるほどこのモードがあるんだね。ちゃんとまっすぐした床があったらまっすぐ行ってまっすぐ戻って反対の壁に寄ってまっすぐ行って、あれ？そっち行くんだ。あ、そうか、今度左の壁を見つけたってこと？あーな、え？違う。今うちのユーフィーちゃんが椅子の下から抜けられないスポットに入ってしまいました。ちゃんと椅子はどかしてっていうか、ちゃんと引いてあげとかな、引くというか机の下に入れとかないと、この椅子の足と足の間から入っちゃったね。かわいそうに抜けられなくなっちゃったわ。これはちょっと助けが必要だな。これマニュアルで手で引っ張り出さなきゃダメなんだろうな。あ、出た。あ、出られない。あ、惜しいな。あ、無理っぽいわ。よいしょ、よいしょ、はい、ほい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 。30分くらい走って一人でお休みモード入りました。さて、まあ一応走ったのは分かったけど、さあ問題はちゃんとこの中にホコリが取れてるか。ちょっと休んでてもすいません、あげちゃいますよ、すいませんね。さてと、まあ多分このブラシが回って取って、でダストボックスはここかな。はいはいはい、絶対本体は置いといて、さて問題はこっちにどれだけホコリが入ってるか。まあ、すいませんね、汚いやつなんだけど。ただうわっ、すごっ、こんな。そういうことは、はあ、これはなかなかですね、想像以上だね。まあ、こんなに取れるた。でこっちのフィルターは多分ねすごいな、こっちも何回に1回かで水掃除した方がいいらしいけど、まあとりあえず1回目。なるほど、しつこく走ってるわけだわ。こんだけ汚れてたんだ。いやー、まあ、とりあえず、ある程度綺麗にしたらまたこれでまだ頑張ってねということで装着ということかな。まあ、というわけでユーフィーっていうのかな、このアンカーのお掃除ロボ、試してみましたがめちゃくちゃ取れましたね。なるほど、最後になんかパワーがなくなって充電に勝手に戻ってきたけど、これ多分置き場悪いからあっちに、ちょっと最後の置き場どこにするかっていうのだけ見て終わろうかな。でも結構まあ使った感想だけどこれすごくいいね。これで自分の代わりに掃除してくれるんだったらすごい楽だ。あと問題は向こうだね、キッチンの方のあの段差をうまくこう制御するというか、なんかペタッてするようなものをなんかズレ防止というか粘着しちゃっていいのかな、わかんないけど、そういうのができたらもう完璧にこいつが家の中全部掃除してくれるかなっていう感じです。じゃあ以上かな。まあ、第1回はこんなところで、まあ、これからちょっとこれも経過を、徐々にね、あ、これが良かったとかこれが良くないとかっていうのがまたあればね動画にしようと思っています。それじゃあ、皆さん元気で、ほなまた。結構使えるわ、でもこんだけ掃除してくれるんだったらあれでも電気代かかりそうだな。まあいや、それじゃあね、ほらね、そうそう、最後に、置き場所はここにしようかな。ここの、まあ、ダンベルとか服とかこの置いてあるところ、まあ、両サイドも広いし、まあ、正面もこんな感じで広いんで、ここで多分、まあ、毎日掃除をしてくれることになるかなと思います。ほなね。